はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、ちょっと揚げ物が食べたいなということで、以前にもですね、僕の動画で一度いただいたことのあるデカ盛りの揚げ物食べに行こうかなと思っております。いや、最近はですね、ちょっと春も間近になってきて、あったかくなってきましたので、ちょっとね、がっつりとしたもん食べたくなってきたんですよ。がっつり系といえばね、いろんなものがありますけど、やっぱり揚げ物が食べたいということで、今日はですね、たんまりと大量の揚げ物でお腹いっぱいになっていこうと思います。ということで本日伺うお店見えてきましたね。本日はですね、僕の後ろに見えております揚げ駅さんというお店で食べていこうと思っております。こちらのお店にはですね、銀河定食なる超デカ盛り揚げ物定食が販売しておりますので、本日はそちらで腹いっぱいになっていこうと思います。早速行きましょうか。ということでですね、本日こちら揚げ市さんの店内に入ってまして、いただきます。この銀河定食、もうすぐできるということで、ただいまね、カメラ回し始めております。揚げ市さんのメニュー説明ということで、もちろん基本的にはこの唐揚げ、揚げ物を使った定食がメインとなるんですけれども、いろいろとサイズが選べまして、ライス2倍盛り、3倍盛りから、もちろんね、唐揚げ、揚げ物の方もとんでもない量が選べる。ただですね、もちろんお残しは厳禁ですよ。もしね、食べきれないという場合には、1パックですね、500円という形で持ち帰りはできるんですけれども、基本的にはですね、こういったデカ盛り、お店のご厚意でね、できておりますので、皆様絶対に無理しない量で注文していただけたらと思います。いや、ちょっともうこの店内の香りでね、すでにお酒が飲みたいですデカ盛り定食とは別にですね、本日家に持って帰る用のテイクアウトも追加でね、注文してありますので、今日はしっかりとこの撮影外で、この揚げ市さんの唐揚げ一日を通して楽しみたいと思います。うわありがとうございます。いただきます。重いよ。はい。うわあ、でかいということでですね、本日のこちら揚げ市さんのデカ盛り銀河定食完成しました。とんでもないサイズでございます。めちゃくちゃうまそう。やっと食べれるな、この揚げ物早速こちら出来立てをいただきたいと思います。ちょっとね、この定食でかすぎて、この価格にね、収まりきれてないんですけれども、このね、銀河定食、お店で提供している揚げ物の盛り合わせになってるんですけど、やっぱりまずは唐揚げかな。こちらがですね、揚げ市さんの唐揚げですよ。うん、うわ、噛んだ瞬間肉汁がすごいな。お肉の美味しさ、肉汁のうまみ、ほんのりとね、ちょっと甘い味付けね、ご飯にも合うんですけど、絶対お酒にも合うと思う。うん、うまい。うん、うまっ。そしたらこの辺りで、その手前に見えてるね、タレの手羽ですよ。いや、これがうまいんだよ。好きだったんだよな。うまい。ちょっとお米ともいきたいな。これをこうよ。で、こうでしょうん、うまっ。いや、間違いなくこれお米足りなくなるかも。うま
うまそしたらおそらくね、皆さんがずっと気になっているこの一番上に乗っかってる半身揚げいっちゃいましょうか。うわ、はい、これすごいっすようまっこのね、半身揚げになると胸からももからいろんな部位もいただきますし、この半身は半身でね、いいよ、うまいな、ちょっとこれわかるかな、ここの胸のね、ブリンブリンさ、このね、半身丸々揚げるともう全くパサつきもないしさ、このじっとりした胸肉うんまちょっとですね、今黙々と半身揚げがつきすぎちゃいましていったんね、これ唐揚げとかご飯に戻りますか。すみません、さすがにちょっと我慢できないのでですね、このノンアルいただきました。これと今日はちょっとね合わせましょう。こっからの甲の映像でもうたまんないですね。うまそう。やっぱ最高に合うな やっぱり僕もですね、日々の体調管理というか、この撮影でね、いっぱい食べますから、体重を維持するために普段は基本的に揚げ物食べないんですよ。だからね、この目の前にこんだけ撮影で揚げ物があるのも幸せですし、何よりね、とんでもなくもう食べ進めてるのに、こうね、なくならないっていう幸せね今日来てよかったI'm
たらただいまですね食べ進めまして、ようやく残り半分ぐらいになったかなというところになりましたので、卓上にある定番のねマヨネーズで一回味変しましょう。うまっ。やっぱりこの唐揚げの肉汁とマヨネーズ最高に合うな。あーうまそしてちょっとね、この辺りでいただいているこのおろしを使って一旦このさっぱり味変で、またこの付け合わせのポテサラがめっちゃうめえわ。合間に挟むちょうどいいね。そしたらちょっとですね、一足先にご飯を先に完食させていただきました。今ですね、だいぶ食べ進めまして、残りが唐揚げ3つに、まあ、ちょこちょこと手羽が残ってる感じなんですけど、で、ね、出来たても美味しいんですけど、もうね、ちょっと時間経って衣がね、ザクザク感増したこの状態もね、またね、別の美味しさがあるんですよね。そしてただいまですね、このいただいている銀座定食、残り手羽のタレのみになりましたね。どうしてもちょっと手が汚れちゃうので、最後これ集中的にがっつりていきましょう。そしたら本日はね、これが最後です。ということで、こんな感じで本日の銀座定食、すべて完食させていただきました。ごちそうさまでした。はい、ということでですね、本日はこちら、揚げ一さんで、僕もね、何年ぶりの再訪かわからないぐらいなんですけれども、いや、本当にね、この活動を始めた頃に揚げ一さんにお声がさせていただいて、感動した唐揚げね、また食べたいなと思って、数年越しにですね、改めていただくことができました。やっぱり最高ですね。今回はですね、まあ、撮影でちょっと車で来ておりますので、ノンアルコールビールで、この唐揚げとともにね、食べさせていただきましたけれども、この後もちろん、ちょっとね、自宅用に持ち帰りの唐揚げ注文してですね、改めて夜しっかりとアルコール、ビールやハイボールとともにですね、この唐揚げ楽しもうかなと思います。今回ね、いただいたように、お店ではもちろん出来たてをいただきますし、お弁当等のですね、テイクアウト形式でも、この揚げ市さんの揚げ物をいただくことができますので、お近くに寄った際にはですね、このぜひ絶品揚げ物、一度ご賞味ください。ハマること間違いなしです。はい。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。